広島空港は、民間運営を開始いたします。より快適で、より便利な空港を目指してまいります。7月にスタートした広島空港民営化、国に代わり新会社広島国際空港が30年間の運営権を獲得しました。生まれ変わる姿に胸を弾ませる人も。サービスが良くなることを期待してます。便利になること、自由な系とかちょっと斬新的なものとかが増えたりするのかな。全国で6例目掲げるのは中四国圧倒的ナンバーワンゲートウェイ。コロナ前年間300万人だった乗客数を30年でおよそ2倍に。新たにインドやマレーシアなどを結び東アジアの玄関口を目指す計画です。民間ならではのスピード感で攻めの経営を目指しますが、果たしてその戦略は。キーワードはつながるです。どうぞ。1993年現在の場所に開港した広島空港。コール待ちしてましたからとても嬉しく思っています。綺麗ですね。もっと早く欲しかったんですけど。あれから28年、今ターミナルが変革の時を迎えています。ターミナルビルの2階の部分、2階になるんですけれども、今吹き抜けの状態になっているところに、新しくこう床を作らせていただいて、国際線と国内線ターミナルの間にある空き地、これをつなげて設けられる保安検査場の隣にできるのがご当地ショップです。場所としては非常にいい場所になりますので、もったいないなと。空港を、ただ皆さんのビジネスのご移動とか旅行の通過点っていうことだけではなくて、空港自体を楽しんでいただく。バス乗り場も大改造、ターミナルと一体化し、現在の9路線から世界遺産宮島への初の直通ルートなど17路線に増便。各地をつなぐ構想です。バスに乗っていただいて終わりではなくてですね、やはり瀬戸内と山陰の玄関口として、より地域にですね、いろんな方が訪れていただく。で、地域からいろんなところに発信をしていっていただく、そういう拠点になれればなと。新会社広島国際空港の社員が集まる会議。実は彼らもともと空港業務の経験はゼロなんです。広島電鉄からの出向です。東急株式会社です。松田からです。三井不動産からです。広島国際空港株式会社は東京などに本社を置く大手と、広島銀行、中国電力ら地元企業など16社が出資し設立。そこから多くの社員が出向し運営されています。広島電鉄から出向している明智さん。まさか私も広島電鉄に入って空港の仕事をやるっていうのは全く想像してなかったんですけれども。ただ路面電車と空港全く関係ないのでは。本体はですね、広島と空港を結ぶリムジンバスの路線をやってまして。空港への交通を担う広島電鉄、他にも仙台空港をすでに民間運営している東急など16社がつながり、それぞれのノウハウを生かします。また社内の机をフリーアドレス化、そこにはつながりを意識する社風ならではの理由が。16社から人が集まって、でいろんな人がその交流するようにということで、創意工夫をして良くしていこうという気持ちが
前に比べたら強くなってきてるんじゃないかなと思います。民営化と同時に2階ロビーにオープンしたカフェ、一見普通の店舗に見えますが、ここにもある狙いがありました。三好市のコーヒーショップエイコーンズ、自慢の自家焙煎による数種類のコーヒー豆が並びます。この地で30年間コーヒー豆を売り続け、地元住民に愛されるお店になりました。世界に知らせたいといううちの専務の思いがございまして、ぜひやらせていただきたいという思いが強かったです。県内グルメの発信を模索していた広島空港と考えが一致、独自のブレンドコーヒーやスムージーなどを扱うカフェとして出店しました。オープンから2ヶ月ですが、三好の店では早くも効果が。お買い上げいただいてとても気に入っていただいて、静岡からたくさんのお中元もご注文いただいたりとか、空港で買ったものを求めてお買い物をして観光も兼ねてきたよっていうお客様も結構いらっしゃいます。空港ロビーには他にも民営化に合わせ三原市の八天堂など3店舗がオープン。地域とつながることで広島空港を瀬戸内の発信拠点にしたいと担当者は話します。しっかりと地域の魅力を PR していく、で少しずつ今飛んでる便のお客さんを増やす、地域の魅力を発信していく、いいローテーションを作ってですね、皆さんのビジネスの需要、旅行の需要というのが回復してきたときにですね、少しは変わった広島空港の姿を見せていきたい。建物も企業も地域もつながり、目指すは中四国ナンバーワンゲートウェイ。新たに飛び立った広島空港に注目です。